ナルトさんと二人で歌を歌おうと思うんですけど、ナルトさん、一緒に歌いませんか？イエーイ！ナルセ！ナルセ！思ってなかったから。もう思ってなかったんで。何も決めてないもんね。でももしアンコール来たらこれやろうって話し合った曲があるもんね。新しい10年前ぐらいに話し合った曲がありますね。あ、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。あ、僕あの軽い老眼なんで。遠くて言う。割と、コンタクト入れてても結構だ。そう。大丈夫ですよ。そう、みんなここにいる会社の人はアニメ好きだよね、絶対に。絶対好きなはずですよ。そう思ってね、この曲を選んだんだよね。ね。昔、子供たちが大好きだったタツノコプロや、ロボットものの、主題歌を多く書いていた山本正幸さん。まだ、コーテがないよね。山本正幸さんの、が、業界を干されてしまった時に、アニメ業界に恨みを込めて作った曲なんですね。はい、じゃあ、そんな恨みを込めて、はい、そうですね、恨みを。二人でね、はい、NHK に恨みを込めて。この後何か音ありますか？あの後NHK に。僕は大天才テレビ君のオファー、オープニングを1年間やって。1年間やったね。で、終わるちょっと前ぐらいにこう生放送出て。あ、そうだよね。で、それで大失敗して、何にもオファーがないですよ。本当に。あと、僕ら楽屋で超偉そうだったんですよ。すごいなぁ。でも僕とブギーザ・マッハーズのオーケーマッハーズマッハーズいいけどマッハーズいやだいぶネイティブだなってモーターズが入ってるあー、まあ、大きな違いっていうのはやっぱりプロ契約なんだっていうのがね僕はアマチュアだから出てたんですよ逆に言うとそういうことああそうですそうなんですじゃあそんなね、はいそんな話をしながら、はい、よし、じゃあ聞いてください。山本雅之でアニメがなんだ。どこから来たのかご苦労さん。タイムボカン。ワンツースリーフォー。
やってきた戦意のせい
ベイ。どうも。Thank you。ありがとうございました。